ハンス・コラートによるサラ。1581サラは、旧約聖書の登場人物で、アルバー・ハイコール・イマホットの一人である。アルバー・ハイコール・イマホットとは、イスラエル民族の礎となった三人の祖父、アブラハム、イサク、ヤコブのそれぞれの正妻、サラ、リベカ、ラケル、レアの四人の女性を指すユダヤ教の概念である。ユダヤ人の間では、 我らの母皿を意味する皿イマヌーという継承で呼ばれている。一方、彼女の夫デイボアに最初のヘブライ人並びに信仰の父とされるアブラハムは我らの父、アブラハムを意味するアブラハム・アビヌーという継承で呼ばれている。さらにまつわる逸話は創世紀の11章から23章にかけて述べられている。物語の前半、彼女は サライという名前で呼ばれている。彼女がアブラムと結婚したのは、まだカルデア地方のウルに住んでいた頃であったが、テラの一族の移住に伴い、故国を離れて、カナンの地へと向かった。しかし一行は、カナン地方に到達する前に、波乱の地で足を止め、そこにしばらく滞在した。彼女が65歳の時神がアブラムに現れカナンの地を示したので、アブラムは、 父と別れ際の移住を始めた。この旅路には、サライのほかアブラムの兄弟ハランの息子ロとも同行している。また、ハランの地で一族に加わった大勢の人々も、アブラムに従った。一行は、カナン地方に入ると、シケムの北部からベテルへと向かって南下し、さらにネゲブへと至った。ところが、カナン地方を基金が襲ったため、一族はエジプトへの避難を余儀なくされる。 アブラムはサライの美しさゆえに自身に危害が及ぶと案じたので、エジプト人の前では自分の妹であると偽るよう彼女に懇願した。その懸念は現実のものとなった。サライの評判を聞きつけたエジプトの王ファラオは彼女をめとり、その褒美としてアブラムには莫大な富を与えた。しかし、度重なる災いがファラオと王家に降りかかるに及んで、サライが アブラムの妻であることを知った。激怒した彼はサライをアブラハムに返すと二人をエジプトから送り出した。アブラムの一行は放浪を続けた後再度ベテルへと戻ってきた。そこで僕二人の争いをきっかけにロトと別れた。この童貞の途上、神はアブラムと彼の子孫に対してカナンの地を与える約束をした。しかしサライは不妊の女であった。 彼女は75歳になるに至って、自らによる出産を諦め、女奴隷のハガルをそばめとして、アブラムに与えた。当時のこの地方には、不妊の妻が女奴隷を夫に与え、そのそばめとの間に生まれた子供を自分の子供にできる風習があり、さらイもまた、ハガルを通じて息子を得ようとしたのであった。 しかし、ハガルは妊娠した途端、女主人サライを見下すようになった。この屈辱に耐えかねたサライがアブラムに不平を漏らしたところ、アブラムは、この件に関しては干渉しない旨を伝えた。するとサライはハガルを散々虐待したので、ついにハガルは逃亡してしまった。ハガルは、その後、主のお使いに促されて、サラの元へと戻り、無事イシュマエルを出産している。 イシュマイルが13歳の時神がアブラハムに現れ、彼に多くの子孫が生まれること、彼らにカナンの地が与えられること、そしてイシュマイルではなく、サライによって誕生する息子イサクがその地を受け継ぐことを約束した。もっとも、アブラムには信じがたい約束であったため、彼はイシュマイルについての約束の成就を神に祈願した。それでも神は、 イサクについての約束が成就すると念を押した。この折に、アブラムはアブラハムへと、サライはサラへとそれぞれ解明されている。そんなある日のこと、二人の元に三人の客人が現れ、今から一年後、サラには息子がいることを告げた。この言葉を聞いてサラは内心、密かに笑っていたのだが、この行為がイサクという息子の名前の由来となっている。サラの埋葬神が、 ソドムの町を滅ぼした後、アブラハムの一族は再び南へ向かって放浪し、ゲラル地方に到達した。アブラハムはここでもまたサラを自分の妹であると偽ったので、彼女はゲラルの王アビメレクの王家にめとられた。神はアビメレクとその王家を罰したのだが、今回は彼の夢の中に現れて、サラには触れぬよう警告した。 アビメレクはサラをアブラハムに返すと、贈り物を贈るだけでなく、ゲラルデの滞在を二人に勧めた。その返礼としてアブラハムは、アビメレクの平安、とりわけこの度の罰によって、不妊となってしまった王家の女たちの回復を神に祈願した。すると神がそれに応えたので、女たちは子供を産むようになった。サラは九十歳の時、幸福に満たされながら、まさに約束された日取りに、 イサクを生んだ。しかし彼女はイサクの地位を確かなものとするためにハガルとイシュマイルを一族から追放するようアブラハムに願い出た。それはイシュマイルにアブラハムの後を継がせたくないという当然の主張であった。アブラハムはこの件に関して心を痛め、神に助言を求めた。しかし神はサラの望み通りに計らうようアブラハムに命じた。 こうしてハガルは荒野へ追放された。サラは127歳の時、キルヤとアルバで死んだ。アブラハムはヘトジンエフロンから畑を買い取り、そこにあったマクペラのホラー穴に、彼女の亡骸を埋葬した。ありがとうございます。